守る守れいないぞ守る守る偉いいいやつやね主任さんやねもう宣伝終わったね、うん、早かった、うん、背景で宣伝終わったねどうもどうもザヤさんどうもいややばくない雨今日は一人って結構やばくないあいつ大丈夫俺もう見えてないどういういや俺が見えてないのかどっちが見えてない頭の中潤ってるやつが気になるねどっちがいいですか疲れあ、タイトルコールしようタイトルコールしようタイトルなんだっけあ、オッケーやろやろセレスのニュージェネビーイエーイこの番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。新宿警報出てるってやばくない？よし死ぬやん台風で帰れなくなったそんな時のナイトチューブナイトチューブ見ようじゃ台風で帰れなくなったそこはいいねアンパンマンの代わり今日はねまあ後ろのポスター通りちょっとねうちの主任のマキさんのちょっと告知を30分しようかなって あそう番宣に来ました番宣に来ました21日自分の昇格祭あるんでおはいセレスに来てくださいいいよみんな来て以上イザヤでしたありがとうございましたお疲れっすじゃあねシュールに呼ばれてシュールに呼ばれてどうしようもねえな、この放送事故みたいになってるいや、ポスター見せたかっただけなんだよやろうよ、じゃあなんか何する前し何するんですか、なんかさ完全、俺らのプライベートそのまんま今だねマー君、風邪っつうか喉がめっちゃ痛いで最近痰つまんない痰やばい俺もないよねいや今日普通に咳って咳したら鼻水めっちゃ出たもん手に全然守の布団につけたけどね最低だ今言うけどえ何咳なのくしゃみじゃなくていやくしゃみじゃないこうってやったら鼻と喉ってつながっとうやん、うん、パッて飛んでバリでっかい鼻水がでも守の布団にめっちゃなすりつけた最悪だねかわいそうにもう昨日電車の中でくしゃみしたら俺のなんか痰まみれの汚いやつが前の車にかかっていやそれもっと最悪やモモルはワンちゃん喜ぶだって俺別に気づかれてなかったからそのままもう知らないひどいね知らんかかったやつがいやー扁桃腺扁桃腺って熱伝じゃないの出るよ俺扁桃腺そう、マオ君扁桃腺弱いんよ熱が出やすい扁桃腺持ちだよねで、切った方がいいって言われたけどまあ俺、手術とか嫌いやけ今日行ったっていうやつよね病院行ってきたら、病院も嫌いないの扁桃腺って切れるもんなの切れるよ、切れるえ、普通に声出んの全然出る、やけなんか風邪引きやすい扁桃腺があるよおもともと、生まれつきで、これ11月の後半ぐらいから1月、2月ぐらいまでだいたい月5回ぐらい休む多分俺のこと去年指名しとったお客さんこの中におったら多分知っとうけどマジで11月の後半から1、2月ぐらいまでバリ休む俺やばいそれ冬になったら来んのいやいや、普通に寒かったら風邪ひくお前常に加湿器こう持って歩いて加湿器2個あるよ、うちちげえよ外でもこうやって持って顔にかけて意味わかんないよそんな
俺はこんなんやったら嫌やろ普通に思ってるし、しかもまず電源ねえし。いやいや充電式の顔。いや電源売ってねえわ。切れちゃう切れちゃう。バリダサいやん。それで福岡歩いてて、まあ何しとんとか、ああもうあの来れないと返答せんやばいんよねーとか。いや友達できんやん。友達できんやん。いやいや面白いよ。ちょっと今日めっちゃクリボーみたいだけどいいかな。部屋も行かないの今日。ああ行くよ。いやでも今日部屋も行っても行かんでも一緒じゃないもん。こんな雨やし。保険証再発行した。意味あるかな。いや、でも今日来たら潰されるん。あいつ？かわいそうだな。それよりコート買ったって。コートに対してのあれすごいね、あいつ。コートはまだ早くない？まだ早い。そんな、だって1、2分ぐらい買うの早いよ、コート。買えないのしてる。ウサギ。昨日殺したウサギです。昨日殺したウサギ。でも女の子黒いって言うよね、形そのまんまだから。キモ。画面で見たら超キモいね、それ。やばいよね。でも触ると気持ちいいんだよ。あー気持ちいい。これいいやつやね。ウサギと殺した。匂い、匂いとか無臭。獣臭ですね。獣臭する？しない。無臭。まあ死んでるからね、こいつも。とっくに。マキさんのそのために殺されたって考えたら人間ってむごいな。だって今日ご褒美に焼肉だっつって牛と豚何匹殺されてるか分かんないから。間違いない。まあね、みんなね、お祝い事といえば焼肉食べると思うけど、寿司かね。ね、その時に何匹っていうね、命が失われとるって思ってほしい、俺は。本当に。趣味釣りとか言ってるやつとかね、魚とかだって。そうそう、趣味人殺しやん、ね、人間からしたら何これ。この辺になんか自分の好きな食べ物がぶら下がってると思って食いついたらこれだ。僕はやばい。かわいそうだな。心がないと思って。かわいそうだよね。ケイちゃん釣り趣味って言ったらやめさせよう。久々リアルタイムゴールだ。おはよう。イエイ。今日は何するの。今日仕事です。これマフラーです。同じコメントが。マフラーじゃないよ、ね、マフラーじゃ。マフラー、マフラーにもなるよ。アントニオ。羊はかなり胃の中命落とした。あいつめっちゃラム肉好きなの。一昨日羊食ったの。うわうわ。社長の二人でジンギスカンです。そこのどうやって使うものなのって。かけてもいいのか。まあおしゃれに使うものだよね。クロコダイル美味しかった。ワニってさ、肉硬いって言わない。ささみみたいな味するっていう。ワニ、ワニでも一回会ってみたいよね。会ってみたい。ワニ美味しいよって書いてる。今日飲みたくしようって。しよう。まあ俺内勤だから関係ない。来いよ。じゃあ前言ったからには。え、誰、誰指名だまず。お前死の王子さん。俺があんまり好きじゃないキャストやったら全然参加せんけど。飲みたく。いや知らん。誰実は真央あんまり苦手なキャストがいる。苦手なキャストもらうけど別に好きじゃないっつうか、まあ無関心なキャストはそれはおるよね。人間だもの。本当に、うん、俺一人もいないと思う。そんなやつ内勤やけんね。それそうやろ。内勤が苦手なキャストおったらこの店誰も働きたくねえわ。退入ぐらい。ああ退入ね。退入は大好きで。魔を潰すために飲みたく。情念入れてじゃあせめて。いやヘルシー。いやだヘルシー。タバコ吸えんや。やめて。吸わんでいい。いやって。俺退入嫌いじゃないよ。退入？退入嫌いなんだ。
あ、ほんと魔王退入嫌いだ。魔王潰さないで。いいね。ナイキンに飲ませたことないよ。うちの店ナイキン絶対飲めないから。クソ飲むよナイキン。本当に飲んじゃダメなんだって。うちの店ナイキンめっちゃ飲むよ。本当にみんな飲ませに来て、後ろのね、そうだからこれね。あ、そうだ、ナイキンシャンパン以上飲まん。あ、シャンパン未満飲まん。あ、そうだって今思い出したかのように言って。レッドブルあのやばいな、やば。お前を閉めって。いいね。いや今日みたいな、まあ雨、雨っつうかもう嵐っつうかに来てくれる子は本当神と思ってる僕。うん、ナイキンにテキーラ飲ませるやつとかクソだと思う。マオもマキも潰したい。マキ潰そうぜ。俺やめたよ、俺本当酒弱いから一杯でベロベロになる。ショットグラス一杯のビールでベロベロになるからダメ。マキテキーラ飲むやん。飲まん。飲め飲め。久しぶりに行くかなって。おいでおいで。やば、マオくんセブンスターのソフト、マキマルボロライトロング。マキのタバコはいいよ。マオくんセブンスターのソフト、そう。タバコあと2本しかない。ナウ。俺ないナウ。ナイキンが潰れたら誰会計するんですか？ケイちゃん。ケイちゃん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 。ケイちゃん、会計するかパソコン、店のパソコンで数も見るかしかすることないけどね。大丈夫、することない。キャバキャバなんか見せたりしたね。キャバキャバ見てる、あの人いつも。あいついつもキャバキャバ見てるぞ。今日の誕生日キャバ嬢誰か。誕生日キャバ嬢調べてるぞってマキが言ってます。俺は思ってないよケイちゃん。俺は思ってないよ。大丈夫、あいつ今見てないから。どうせパズ、なんだっけこれやってるか、弾いてドンみたいな。あ、モンスターストライクね。あ、それそれそれやってるね、あいついつも。もうスーも見る必要ないからね。マキンチュラマキンチュラの生みの親じゃない、あいつ。やば、マキンチュラ。マキンチュラやばい。見て、めっちゃショック受けてる、あの子。マキとタバコ同じだ、てんてんてん。はぁ、やばいじゃん。買ってもいいよ、俺の分。終電で帰れなくなった時、送迎ってありますか？担当次第です。あります。今ね、全国のみんなに一個だけ言う。担当次第だ。担当次第。そして俺は絶対ない。いや、だって終電で帰れなくなった時ってさ、まあ朝まで、大体でも朝までカラオケ付き合ってくれるよ、みんな。もちろん金額次第だけど。ここいかんもん。俺は帰れる時に帰らなかったやつが悪いと思ってる、普通に。終電で帰れなくなった時だってお前次第やん、そんなの。八王子だったらどうですか。タクシーで帰れよお前。あ、でもね、タクシー代俺のが酔っ払っとったら出しちゃうよ。俺酔っ払っとった。弱さお得だぞ。俺酔っ払っとったね。いや、アフター行ってあげてって言うけど、みんなはさ、やっぱその飲み来た次の日はね、休みかもしれんけど、仕事なんや俺は次の日は。そこ分かれよ、まず。え？ナンバーワンからナンバーツーに先月落ちて、出勤早いんよちょっと。これ切実やな。ガチなやつね。ガチなやつね。チェック遅れたりしたら帰れなくなることあるよ。じゃ担当に絶対何分に帰りたいっていう伝えよ。そのチェック遅れたりしたらって30分前にチェック出しとけ。そう、間違いない。俺はだって終電の1時間前ぐらいからもうチェック進め出す。全然、多分俺のお客さん、多分ああお前はそういうやつやもんねって多分分かってくれると思うけど。落ちた魔王が、落ちた魔王が悪い。そうなんよね。歩いて歌舞伎から巣鴨ってすごいね。池袋まで一回歩いたことあるけど地獄だった。池袋遠くね。じゃあ CM で。いや、さあ、ずらり並んだ最強コンテンツ、早速ご紹介しましょう。まずはナイトチューブ最大の武器であるレギュラー番組から。 Here we go。
毎日スタジオから生配信される個性豊かなホストチャンネルは歌舞伎町だけで60番組。もちろんお店もホスト情報も完全にフォロー。ツイキャスで日本全国のホストの今を一望できます。サイトのタイムラインは今しかないタイムセールなどリアルタイムに集客へつながる日本一ホットなタイムライン。ライブマップで今を楽しめるお店やサービスが一目瞭然。ナイトチューブではホストになりたいという日本人の希望者に自らアピールできる場所を提供。やばいっしょナイトチューブ。試した人から面白い。ちょっと待って、始まる前にCM ぶりがかっこいいっつった、マキさんのことかっこいいっつったお前のタイム、ちょっと俺が CM 明けのやつするわ。 CM 明けこれやないあ、こっち忘れてたお前のポーズやんうっかりウーロン茶飲んでるとバレてしまう。やめろって、狂月入れすぎ、狂月入れすぎって、もう8割狂月やん。ナンバーワンの真央くんが好きなんで、真央くんが好き。アメゴって誰だ私5000円かけて通ってたし、あらっす5000円もかけてくれた。帰りたくなくなる場合はどうしたらいいですか。いや、そんなもん自分で考えろ。いや、それはひどい。それはいや、そうでしょ。いや、終電、さっき その終電なくなった場合とかはそれはお前次第やけど、帰りたくなくなった場合はあ、でもそれは入れいい、ね、入ればいい、はい、うん、いや、本当にその後のことは自分で考えろ。いや、それはまあ担当に一応言おう、今日帰りたくないなと。了解ってなるから、まあ担当次第やね。アフターはいかんけどね、事前にアフター行かないって言ってくれたらいいけどね。マキ早く戻ってきて、キングへ。やだよ姉子。うわ社長、姉子からマキさんが引き抜き受けてる。あー、どうしよっかな、ちょっとどうかな、アカウント調べて、ちょっとあれ更新所やっとって、ちょっと爆弾取ろうぜ社長、あの人何口悪いなこの一気にホスクラで酒飲んでそのまま車乗ったらどうなりますか。それは助手席乗ろ、ちょっといや運転する場合ねそれは歩いてるその辺の男に運転頼む。いやそれやべちゃらい、それ担当かわいそう。それはセレス以外の名前を言おう。君どこで飲んでたのと。よーっつってね。間違いない。歌舞伎町の C 店ですね。いや、それダメダメ。どこで飲んでたのって言われたら。あ、じゃあ歌舞伎町の K 店。ダメや。まあ、ね。マジェスティですって。池袋のクラブ二郎でラーメン二郎で飲みました。口悪いなこのナイキンって書いてる口悪いよねいやいやいや、もうね、全然人それぞれ捉え方ってあるから、うん、冗談通じないやつ通じるやつって、まあ世の中いっぱいいるから、もう諦めて通じないやつは。まあね戻ってくるって言ったじゃん姉子。お、姉も分かる？全然分かんない。これ私が誰か分かるねとか言われても全然分かんない。モード飲んでるの好きだから帰りたくなる。ん？帰りたくなくなる。いやー、俺もね、俺も本当は帰りたくないよ、でも。そこは分かってほしい。でも、お前帰りたくない話になってくる。いや、でも、そのね、やっぱ、次の日も仕事や。マスク取らんかい
喉痛えんちゃ。別にマスク取っても取らんでも別に変わらんのかって。あれやろ、マスクしてここにハサミで切り込み入れよう。絶対出せよ絶対出せよ。真似語わからんのかーい。すいません、じゃあ一回チェーズまで来てもらっていい、私だよって。真似語だよって来よう。あー了解っつってなって、俺分かったら帰っていいから、そのまま。ゆめくんって言えば分かるね。誰ゆめくん。あ、ゆめくんも分かんないマジで分かんないんだ。はい、はい、いやでもさ、お客さんでもさ、まあ、2回目3回目ぐらい来てさ、まあお久しぶりみたいな、で灰皿出してさ、私タバコ吸わんしはみたいな子おるやん。知らんし、知らんしは、知らんしは覚えてもらうまで恋しちゃう。そんな姉子もよ姉子ダメなやつじゃねえ。いやでもそうじゃない。まあね、普通覚えてるけどいや顔は覚えたよ、顔とか名前とか。でもタバコ吸うかどうかとかさ、知らんくない。いやでも銘柄覚えといてあげたら嬉しい。そんなホストする気はない、別に。おいマキ。はい、返事したい。ちょ、姉子もうちょっとヒント出してあげて。じゃあうちの、ちょ、あの本名言って、本名。うちのパーマがわからんって。ちょ、本名と家計いくらとんなことあるか言って。おい、家計飛んだわかんない、誰だかそれわかんない。家計飛んだって決めつけるのかわいそう。あ、すいません。あ、担当が瓶出した、だが狂月の瓶、担当が瓶出した、だが狂月の瓶で叩いたらガチ泣きしました。なんで今時のホストは軟弱なんですか。そんなんやられたらガチ泣きするわいやお前正しい俺が、いやそう思うわ。歌舞伎町のホスト、ほんとこの放送見てるホストもいるかわかんないけど、いやんさ、やばいよね歌舞伎町のホスト、泣くよねすぐ。どうした、なんか勝手に切れていきなり泣き出すよ、ね、泣く泣く。え、なんかはほんとダメ。あと、もう飲めんみたいな言うやん結構。あ、しかも顔に出すよね。出すよね。それギャグじゃなくてガチで言わんでほしい。そう、ギャグで言うならいいけど、ガチで飲めんみたいなやつ結構いいけど、お客さんからしたら飲めんとか知らんし。姉子すごいヒント出してきたけど。美容師、元夢と使命。全然わかんない。全然わかんない。意味が伝達してこない。もうこの話やめよう飽きてきたいや俺もまあ全然ね、そんなに大して売れてはないけど、まあ、そこそこ売れた理由は軟弱じゃないっていう一点だけと思ってる。なんか本当にたまにいるよね、一緒に働いててもこう。いやおるおる。なんか歌舞伎町結構さ、九州の男売れとやつ多いやん。やっぱ女の子ね、軟弱な男嫌いよね。言おう、それは担当に。お前なんでそんな弱いとみたいな、意味わからんくないみたいな弱いとってお前何そんな、どうしたお前みたいなね。酒も弱えし、お前メンタルも弱えし。あ、男のメンヘラね。多いね。多い、あのイラッとするやつ、バリだるい、ピンタしたくなる。うん、もうみたいな。いや冗談で、真央君と飲んだ時楽しかった、姉子。あざっす。え、僕あの東京まだ1年なんで、キングわかんないっすよ姉子。中なんかいきなりキングの真央君のこと言ってんのか。おいゲイの方ね、ゲイの方、ゲイの方ね俺ゲイじゃない方ねいや違う真央やん絶対でもなんか俺のこと知っとうって言われた瞬間、一気になんか俺敬語になったし、あっすってあっすって。セレスで飲める人間って全員飲めるよ。そんなアイカ以外、アイカ以外、アイカは死ぬよ。アイカはちょっとね、あの肝臓に障害持ってるから、しょうがない。パルイチとかさつき飲めんじゃん。飲める飲める。いざやも飲めるよ。無理無理無理。いつうかさ、お客さん側からしてさ、飲めんとか言われたら、いや知らんしってなるやんねって思うよね。思う、俺も思う思う。俺は飲めんとか言わんよ。俺言うよ。
マキはすぐ言うけど、めっちゃ飲むよ。だけどめっちゃ飲む。マキだからすぐ言う。飲めよ。セレスは7月の終わりに行ったわ、姉子。俺行った？経典にもマオ君いたけどな。ピザや飲めないのか、飲めません。どこ経典？そなんか変な、変な空気になってるけど。もういいんじゃない、姉子しかとしてて、めんどくせえし。何言ったやなかわんねえし。そんな私のこと知ってる知ってるアピールされても知らんもん知らん。ちょっと待って、あの、あの子めっちゃいいね。コメントが、あいつ大好き俺。あいつ大好き。担当が私にお金貸してくれって連絡してきました。男は本当にポンコツやね。いや、ポンコツ。そしてその男を担当にしてるお前はポンコツ。あの、世間一般で言う裏ピキってやつ。裏ピキってやつやね。いや、もう、豚骨、正解。いや、すごいね。やっぱ、いや、あと、あ、そう、東京来て一番びっくりされたのが、まあ、ね、飯とかね、飲み代とか出した時に、あ、出してくれるんだ、みたいな。え、出さないの？みたいな。東京なんか結構女の子が出すらしいけど。多いよね。多い。そこはね、言おう。いや、お前、カラオケぐらい出せちゃう、お前。女に出させよ。意味わからないのか。あ、じゃあ男に出させよ。男に出すよ。それは男は金ないっつったらレイクついていこう。あ、でもなんかさ、あれない、多分覚えといてほしいのは、基本外で金出さんやつは別に一緒にいたくないって思ってる男や。ああ、それはあるね。だって一緒にいたくない人間に金出そうと思わない。マジやね。男ってギャンブルハマりやすいです。男はギャンブルハマりやすいです。まあ1分前で結局です。ホスト相手に外で会って不満持つぐらいなら最初から店の中だけで会う。外でなんか誘わんけど。確かに。告知しよう。ああ、あの、人間性うんこですけど、小学生やるんで、21日。はい、あの、動画、うん、頑張ったんで、見に来てください。以上、イザヤでした。いや、まあ、下手くそか、尺。尺の使い方、下手くそ。あ、この振りのために、待ってた。あ、よろしくね。私の担当は、バースデーイベントの時に、そむいてビクビクしてては、つかめないよ女だから、歯食いしばって胸を張って、茨の道行け侍よ。強くなれ強くあれ、自分に負けない心持って、女子供やしないこの国を背負う侍たちよ。強くなれ強くあれ、自分を生かした道を持て、夢や希望忘れた若者を奮い立たせ侍よ。強くなれ強くあれ。この番組はロランのスポンサーの提供でお送りしました。この国を背負う侍たちよ。